どうもリーブサッカーはいということですね。はい、今日はちょっとねお店なんで、はい、ボリューム低めで。いやいやいや、覚えてけえよ。でけえ。何ですか。まあ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 、なんか今日はね閉店後の双葉スポーツさんにちょっとお邪魔して、双葉さんいつもあざすあざす、本当だ、案件待ってます。やめろ、手隠せ。あ、手隠した方がいい。あ、じゃあ本当すいません。いやいや、逆逆。すいません、本当に前ちゃんと許可取ったの。もちろんですよ。今日もう僕じゃないです、僕が持ってきた企画じゃない、わかんないですけど、ちゃんと二人許可取っているんだよね。あ、もちろんです。なんか急に勝手にこうウィンとか入ったじゃないよね。いやいや、な、大丈夫。まあ最近ね、双葉くん稼いでるんですよ、結構。いや、稼いでない、やめろよ。まあまあ、急になんでそうなの。そちらを急になんでそうなの。今日あのお仕事で同行していただいた先輩もいるじゃないですか。あ、ありがとうございます。今日は撮影、今日からさせてもらう。すずちゃんの先輩、峰岡俊治です。はい、もう僕の中でね、翼くんってめちゃくちゃかっこいいんですよ。まあお金ありますし、スポーツできますし、お金あるだけじゃん。いや、顔はかっこいいと思う、それは。いや、もう自分で言うな。でもお金はない、お金別にないから。いやいや、先輩もいるということで、カッコつけてほしいなと思いまして。別にカッコつけなくてもカッコつい。大体わかりました。どうせ金の話ばっかするから、金使わせようとしてんでしょ。暴れた。もう単刀直に言います。目隠しして一番最初に触ったスパイクを買ってもらいます。えぇ、はい、よっよっ。あ、もうじゃない。先輩やりてる。トシさんまでこう悪乗りするから。よっ、ガチなんですよ。はい、3、4万とかのスパイクマジであるんですけど。ありますね、結構ある。多分今日持ってきてないですよ、手持ち3、4万あるかな。もうなかったらもうじゃあ双葉スポーツさんで働いて。何そのシステム。閉店後でしょ、無理でしょ。ちょっと皿洗いして。皿洗いとかないから。そういうお店じゃないから。でもこのやっぱつーちゃんの男気が見たいっすね。いやまだやっぱり分かんないだから言うから。でもあれですよね、安いのを触ればそうだよ、それでいいんでしょ。まあ、はい、それはそれでいいです。まあ、だいたいもう位置を把握してる。あ、ダメです、ダメです。あの、ぐるぐる回しするんで。ぐるぐる回し、はい、どういうこと。ぐるぐる、ま、目を回させてるんで。どういうこと。まあ、方向感覚をね、ちょっと失わせて。普通なんかあるぞ、あの、北の国がラッチする時のやり方じゃない。やめとけよ、お前。キックオフやめよ、今日。いい、なんでだよ。俺、乗り気じゃない、乗り気じゃない。いやはい、ちょっと北の工作員に拉致られるということで、目隠しします。はい、お願いします。いや、だるマジで。だるお前ら。ちゃんと自分でつけてくれる。えらい。まあ、そのやっぱ YouTuber なんで。もうほんとやだな。はい、じゃあ危ないからちょっと誰か触って目回してくれ。じゃあ変態さんぐるぐる回して。10回回しましょう。なにこれ、カゴメカゴメ。目回って。もうやばい。これ以上いったら危ない。じゃあもう行きましょう。 OK でしょ。レディーレッツスタート。そろえろや。ちょっとやっぱクルクルする。でもね、俺大体覚えてんの。いや、ほんとに。いや、もう生まれたての。危ないよ、もう危ないよ。ちょっと足元とか気をつけて。もう危ないよ。え、待って、スパイク多分こっちですよ。あ、でも触ったら終わりなんか。そうです。触ったら終わりなのよね。はい、待って、俺安いのは多分こっちがスパイクだって。俺さっきあのずらーって並んでる壁。はい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 。だとしたらこっちの教官。ああ、なるほどなるほど。ちなみに高いスパイクはどっち側にあるんですか、壁の。高いスパイクだから壁がこっちでしょ。はい、壁がこっちだとしたら、はい、ここ一面スパイク高いでしょ。はい、で、あっち側高いでしょ。はい、あのアディダスの新作とかさっき言った。はいはいはい、なるほど。ってなるとこっち側に7000円があったの。で、俺こっち行きたいの。はい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 。めちゃくちゃ怖いね。介護やん、介護。どういうの。この辺に椅子なかった。あー、ちょっとさ、あー、これや、当たりそう。これは何でしょう。あ、じゃあ合ってる。あ、一回爆笑、分かった。ちょっとなんで言わないの。言って、もう先輩に言わしちゃってるよ、お前。分かった、ここに何かあるってことは、はい、多分こっちなの、7000円は。はい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 。俺今日は7000円をゲットするから。あ、ちょっと後ろ危ないですね。後ろちょっとぶつかりそうです。な、誰あの、物に。もの。めっちゃ見えてるやん。待って、俺どこ歩いてんの。別に怖いものないから。7000円のコーナーがさっきあったの、ここに。あっちが壁でしょ、だから壁一面スパイクコーナー。まあどうでしょうね。で、あっちが多分アディダスがクソ高いコーナーなはずなのよ。はい、はい、ってなるとやっぱここが、はい、おお、あ、つーちゃんの考えだよ、そこにに、7000円があったよ。7000円のだってもう見て、左手ほら。触って、金の手、その手こない。いや、金こっちやから。バッチ振るみたいな。バッチ振る。おかしくない。だって俺行こうとして通路細いはずないで、声がこっちから聞こえるの。はい、そしたらもう人と被って取れないはずな。すげえ推理だな、それ。取れてる、ちゃんと。ちゃんと取れてます。怪しいな。箱です。あ、バッてんじゃん、箱。なんだ、それ上行くと上行くと
いいの？あ、あじゃねえよ。でも俺これ7000円のコーナーな気がするわ。どうしよう、迷うか迷うか。おっと迷う。迷うか。お。じゃあ俺これでいくわ。7000円これでいく。お、マジっすか。はい。おっと。はい、来ました。いいっすか。いったね。はい。外していいっすか。どうぞ。行きましょう。1万円ええー、全然ちゃいかい。全然ちゃいかい。俺あっち行きたかったの。あれ逆もうどこ行ってるか分からなかったじゃん。あそこ、あれあの7000円のコーナー行きたかったの。全然ちゃうやん。全然ちゃうし。見事に真逆。うわ、1万超えやん。うわ、高っ。うわ、マジかよ、もう。うわぁ。でもこれあれですよ、あれでしょ、やるせいでしょ。買ったっていう体で、今日はこれでもありがとうございましたってやつでしょ。いや、そんなことないです。ガチなの？ガチで頼まれます。ありがとうございます。税込み1万3000円よ。まあ、最悪。いい値段。プラス3は、ないっすか？ないか。うれしそうな、お前。ないっすよね。悔しいけど。絶対思ってね。ごめんなさい。ないっすか？ないっすよね。これじゃもうしょうがない。これまた引き出し。もう一回引き出し。引き出ます。うわ、マジ？僕手持ちあんま持ってきてないんですけど、これで高いの買わせようとするんですよ。結構高い。悔しかったわ、先輩。悔しいっす、ちょっと。いやでももう一回見たいし。いや、逆にでも、もうちょっと安くなる可能性もあるからね。そう、確かに。どっか安くなる可能性ってあるんですよ。あるんですよ。2回目いきます。もう一回お願いします。いや、俺絶対7000円から。これまたぐる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 で北の高速員か、お前ら。あー、ごめんか、ごめん。大丈夫です。はい。あ、でも俺の予想言っていい？俺多分まだ分かるよ。多分ここが俺で、多分ここにレビルあるでしょ。ほう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 、あ、ここか、こっちか。なるほど。この辺にあるんだけど、ってことは7000はあっちなの。お、じゃあどうぞ。ちょっと待って、いや、めちゃくちゃ怖いやんこれ。読み。いや、違う、もう酔ってるのよ、ぐるぐるして。あ、そんな酔う？そう、もう目さ、隠されて。あ、大丈夫で。大丈夫か、お母さん。お母さん、何？え？だから、変態さん側にちょっと物が。なんかでも、急になんか足のね、地面の質が変わったよ。おー、すごい。まあ、変わったね。え、じゃあ、俺なんか間違ってるこれ。え、待って、これ、あの、通路出てないか。おい、待て。え、通路出たらスパイクは行かないやん。信じよう、自分を信じよう。信じました。なんだこのカチカチしてる。え、ちょっとわかんない、怖い怖い。ちょっと怖いよ、早く。怖っ。それ靴で、もう靴の方で。靴の方行く俺。いや、足が。なんですかこれは。当たった。箱でも大丈夫大丈夫。え、どっち。靴にはくれてない。でももうすぐそこの靴で。いやだ、じゃこっちがいい。こっちは道ない、ここじゃ。これ以上先行っちゃうと危ない。もうちょっとスパイクから遠のきますね。え、どういうこと。言うとね、ここね、スパイクゾーンじゃないんだよ。やっぱずれてるでしょ。ずれてる。じゃあそれ一回スパイクゾーン戻そう俺。じゃあ一回、一回スパイクゾーン戻す。変態さんが一回スパイクゾーン。俺は鈴ちゃんの正面、もうここあんの。スパイク、スパイクあるよ。もう目の前にもあるし。ある。もう右左手もスパイクで。いや、でも俺あっち来たよ。あ、もう分かった。あっちが通路だから、多分通路なのよ。通路ってことは多分スパイク関係ないとこ出るから、俺あっちだと思う。7000コーナー。なるほど。ちょっと待って、介護やん、もう。え、誰、どこ。いや、めっちゃ怖いんだけど、マジ。右側にスパイクあるよ。ちょっと道ある。ま、これまっすぐある。俺側にはないからね。右側ではね。俺がそっち来たんじゃん。あっちですもん。あっち、あっち、あっち、あっち来た。あ、わかりました。じゃあ行ってください。ぶつかる、ぶつかる。もうちょっと左側行ったように、左側。左側もうちょっと。あ、もう、あ、じゃあ分かってきた。はいはいはい、もう多分このまま行けば、もう7000円とかの3900円コーナーなのよ。俺、お前らちょっと俺舐めすぎ。俺見えてるからね。ほんま。うん、俺細木和子から力もらって投資できんだよ。ちょっとまあまあのコーナーよ。なるほど。もう一山超えないと多分。もう一山。ちょっと待って、めちゃくちゃ怖いぞこれ。ちょっと左にずる。左。いや、右にしよう、やっぱり。これ以上、左にずれたら俺ヤバいんじゃないかと思う。なんかそれ以上行くとぶつかるってことは、これスパイクじゃないんだな、椅子だな。いやいや、椅子だな、これ。でも椅子まで来ちゃった。あ、これ。あ、もうスパイクゾーン。え、触ってないよ、俺は。いや、じゃあこっちだ、絶対こっちだ。はい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 。ここにあるの、ここ。じゃあ。もう多分、次ぶつかる山が3900円じゃねえや、7000円だと思う。俺はわかる。このまま行った先にある。この先。スパイクゾーンだよ。目の前。もうスパイクゾーンだよ。目の前でしょ。目の前。あ、勝った。はい、あ、じゃあ3900円じゃねえ。俺でしょ。あ、来た来た来た。はいはい、来た来た来た。今ここ。俺来たかったのはここ。
いいなね、ここでいいの。うん、ここ絶対に7000、7900円とかのゾーンだから。本当にいいんすか。絶対絶対絶対、はい、本当か。本当にいいんすか、 YouTuber として。いいよ。いいのかよ。いいのってことは合ってるってことだよ。いやいやいや、わかんないですよ。ボロ出ました。いやいや、言っていいのかなっていう。あ、いいよ、別に。それはね、チラシですね。あれ、でもスパイクを見つけるのがむずいな。でもね、今彼、ボロ出しましたよ。いいんですか、YouTuber としてって言ってってことは、確実なんや、これ。あ、チラシですね。え、俺が歩いてるコーナー、覚えてる、その7000のコーナーに、はい、チラシはなかったぞ。お、え、違うね。ここは違うんじゃないの。記憶じゃないんでしょ、チラちゃんか。あ、でもなんかこの感じ怪しいよ、二人。なんですか。異常にここから話そうとしてるってこと。そんなことないです。いや、絶対ここだ。こいつらもボロ出しすぎやで。ちょっと一回下触れば俺分かる。何が。箱触って。ちょっとこっち行っていいですか。じゃあいいですよ。こっち行って、はい、3900円のコーナーがあるから、これでスパイクコーナーこっちに回ったら確定だ。うん、言うてもそっちなんもねえ。何これ、え、これあれ、これジュニアユース大会場。え、待ってください、俺どこにいんの。え、俺この先にスパイコーナーその裏に入り口がある予定だったんですよ。あ、やばい、俺何も分かんなかった、やばい。今すごい真っ白なキャンバス。え、じゃあ何、え、あ、もうそれスパイクゾーンだ。あ、スパイクゾーンいいの。え、待って、え、壁、待って、ちょっと一回返すよ。え、なんでここに壁があるんだ。確かになんか声もね、すごいこもってる。え、これどこにいんの。え、ちょっとサッカーコーナーだよね。サッカーコーナーです。こっちには、あ、左側にもあるよ。え、ちょっとこっちか、こっちだ。左側にも、もう正面の方にもあるし。じゃあこれだ。あ、あ、これで、あ、え、待って、俺の記憶で壁でしょ。壁じゃない、ただ柱か。あ、分かった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 、柱だから、これだ。あ、いいので、それ箱ね。あ、はいはい、触りましたね。あ、完全で、いいっすか、これ。はい、じゃあそれで、いい、せーの。お、すげえ、くさー、すげえ。じゃあ、まさか、いや、やられたー。やったー、一番安いです。マジで。いや、激安やんけ。やばっ、さっきと大違いや、半分。さあ、これは負けたわ。いけると思ったもん。え、俺めちゃくちゃいいとこにいるじゃん。めっちゃ途中から研ぎ澄まされ始めなきゃ。なんだと、もうびっくりした、壁かと思ったもん。ということで、はい、僕こちら4900円、フーマ 1.5.4HG、 こちらの 26.5cm、 はい、お買い求めしたいと思います。ありがとうございます。あ、さあ、勝った。持ってるんです、持ってるんです、持ってるんです、持ってるんです。いや、持っていくの。持ってるんです。では、5000円で。